人類は2017年で絶滅することが判明、いや証明されてしまった。マス、マスター、指示を。カルデアは人類絶滅の原因と仮定し、まさかアルクトゥルスの森に。ではこれより修行の儀式を。グズグズしてたら修行式に遅れちゃう。手を伸ばせばきっと始まる私の物語が。私、かがりやつこ。もう来ないと思った。自分が何か得をするから好きになったんじゃない。王子様さえ振り向いてくれれば完璧なはずだった。わあ、ありがとう麦ちゃん。お互い寂しい時、助けてあげる。妄想科学アドベンチャー、カオスチャイルド。やり直すんだ。そして次はうまくやる。銀魂がついにとうとう、やっぱり深夜枠で再会。行き着くとこまで来てあるな。待てよ、深夜アニメなら下ネタやり放題とかとか言い放題じゃねえか。言うてねえだろ、早速伏せられてんぞ。予備深夜アニメでも肝心なところは謎の光で隠すご時世ね。じゃあ今度は DVD では光取れる取れる詐欺で。ウェルカム、ハンドシェイカー。ハンドシェイカー、どうして私たちがハンドシェイカーだから。カズナ君がハンドシェイカー。俺がハンドシェイカーだろ。ハンドシェイカーって何なんだよ。ハンドシェイカー。心に熱い風また出かけ当たっていこうぜ。つなぎ止める鎖、引きちぎって未完成を解き放て。終わりが来るその瞬間まではクライマーサイ。誰も壊せない肌で現実とファイブ目に対してまして。お元気でした？オイラと師匠のその後の話がいよいよお白目になりますよ。新番組昭和元禄落語心中スケロク再び編。
どうぞご指揮ご鞭撻のほど。当たりたいんです。私もアジンだし、ヴァンパイアだし。今度お話をしに行ってもいいですか？私に興味だから。アジンです。サキュバスです。 C 組の高梨ひまりです。デミちゃんを語りたい。ただの弟にちゃんとなれる。多分こいつは絶対俺にそんなこと求めやしないけど。ハルコとスイスで一緒に暮らしてあげる気はない？ハルコと、うちの犬どもも。いや完全に食べようとしてるっしょ。だからメイドですって。私の名前はトールと言います。ドラゴンだけに D カップ。負けた。メイドドラゴン、メイドでドラゴン。クロニクルも染まる。君にも絆の力があれば今よりももっと強くなれる。一人じゃ乗り越えられない困難も仲間となら越えられる。それが絆の力。
握りパワーで凍り固まる私背骨をちゃんと伸ばして言えない明日を蹴飛ばせ。俺様たち4人はマージナルナンバー4、銀河の果てまでキスを届けるアイドルってコンセプトで活動してんだ。その俺様たちがついに トマトソースは細かくみじん切りにした玉ねぎを弱火でじっくりと飴色になるまで。モンスター、お前何を。シリカちゃん、俺がもっと AR の戦闘に慣れていれば。嘘、なんで。俺はどうすればいい。どうすれば。パパ様もママ様も皆様も大好きです。リリムはどうしたい。不調な力が高まっています。嘘、こんな可愛いあなたを置いて逃げるなんて。ユーリさん、ユーリ、俺は闇には負けない。つながれチェインザワー。黒の世界こそ勇者であることに絶望したお前のたどり着く先。これはお前の求める平安はむしろ闇の世界に。ウヌには退屈させられんかったぞ、獣木よ。ウヌはやることなすことむちゃくちゃじゃった。全部僕のせいなんだよ。僕の軽はずみな行動がこんな結果を生んじまった。ウヌはわしだから助けたのではない。弱っていれば。カバネを倒せる力が欲しい。カバネリは人の敵ですか、それとも味方ですか。倒すべきはカバネだ。カバネを倒すために俺の命はあるんだ。2020年東京オリンピックの3日前。もう今は彼女はどこに。あ、ここね。私も東京の大学とか行ってみたいわ。おめえやこう一生かけても行けんとこじゃ。平凡な高校生の最後。カンパニア号では行ってくる。順風満帆、前途洋々。私のために休んでくれたの嬉しい。休暇なんだ。本当に進む先に何が待つ。ここにいる奴ら全員バスケをやる資格はねえよ。お前らを見てると心底へこくで。完全にブチ切れたぜ。バスケをするのに資格なんていらないはずです。まさか俺たちがもう一度同じチームで戦うことになるなんてね。世界中で立て続けに起こっている混沌の中心には彼がいる。地獄はここにあります。頭の中、脳みその中に。死にを引き起こしているのはあなたじゃないの。この殺意は自分自身の殺意だろうか。新たな虐殺を止められるのは君たちしかいない。私の子。心配だから。嘘、一人になるのが怖いからでしょ。違う。じゃあ他の子探せば。ピオモ、どうして分かってくれないの。だって知らないもん。デジタルワールドにとっては全部なかったことになってるから。バミューダの亡霊だよ。何故ルパン三世を狙う。親父は死んだ、なのに貴様はなぜ生きている。見てらんねえな。これ以上はやぶだ。俺に構う。
助太刀無用だ。